なたは？石川佳純。どこに向かってるの？最高の卓球選手。本当に？そうそう佳純、今のよかった。すごいすごい、ただただ大好きで、それだけだったな。今はどうなの？今だって卓球しかない。行けるとこまで行く。行けるところってどこまで？どこまでも行けるって思ってた。プレッシャーとか感じなかったし。感じなかった？プレッシャーを感じなかった？逆にプレッシャーを楽しんで。楽しんでたの？本当に？うるさいな。そう言い切れる？自分を疑ってみたことは？あるわけない。ないの？本当に？自分に聞くべきことがたくさんあるはず。何が正しくて何が間違っているか自分に聞いてみたら？そろそろ夢を見るのも終わりかも。諦めた方がいいかも。もし諦めたら、私はどうなるの？終わりってこと？いいの？ここで終わって。これが限界なの、カス。プレッシャーに負けるの？私だけじゃない。自分を疑ってるのも、もがいてるのも、戦っているのも、上へ行こうとしているのも、夢に向かっているのも。ここでやめるの？もう終わり？諦めていいの？私は絶対に諦めない。